食後打ち上げプログラム起動。発射シーケンスに移行する。発射準備完了。イグニッションシーケンススタート。メインエンジン点火。お願いします。お願いします。さあ、今注目のプレイステーションタイトルをピックアップ。この時間、この場所だけのプログラムをライブでお届け。プレイステーションプレゼンツライブショー TGS2018 へようこそ。ここからの時間は全世界の FPS プレイヤーが愛してやまない人気シリーズの待望の続編、コールオブデューティブラックオプス4のショータイムです。ステージに登場いただいたのは実況解説を行っていただきます河川さん、そして鈴木紀明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということで、いよいよ COD シリーズでも、ま、人気のブラックオプス、ついに来たブラックオプスシリーズが来ましたけれども、はい、ま、ベータテスト、おとといまで行われておりましたが、プレイの方はどうですか？がっつりやりましたね。マルチプレイヤーももちろんですけど、はい、バトルワイヤルモード、新しいモードのブラックアウトもあって、はい、本当にこんなに遊んでいいのかっていうぐらい遊びましたね。遊びまくりました、はい、鈴木さんどうですか？いやもうおかげさまでね、全然寝れてないですよ、はい、最近ずっとベータ版やってましたからね。なんだろう、本当？どうしたの？立ち方がなんかちょっとなんですか？どうしたんですか？ビシッとしておきます。しっかりしてくださいよ。はい、よろしくお願いします。みんな待望のタイトルですからね。いや、なんですか？俺が言ってること嘘みたいな、はい、全然大丈夫です。まあ、待っていた方はもちろんなんですけれども、もしかしたらここから、まあ、コールオブデューティシリーズに参加するという方も本日は見ている可能性もありますので、ちょっと今日は初心者にも分かりやすいような感じで、ちょっと分かりやすい実況解説よろしくお願いできればと思います、はい、ということで、まずはなんですけれども、このコールオブデューティブラックオプス4について鈴木さんの方から、はい、ちょっと特徴を教えていただけますか？まあ、今回はですね、もう非常にマルチプレイヤーに特化した作品になってまして、でさらに、まあ、あのキャラクター、まあ、スペシャリストと呼ばれているキャラクターが多数いるんですけども、それぞれに、まあ、役割がしっかりあって、でさらにその役割が際立ちながらも、そのチームワークで、このキャラクターはこういうことしなきゃ、こういうこと、このキャラクターはこういうことができるみたいなのをこうお互いに見ながらチームワークで戦っていくという、まあ、非常にその連携重視の作品になってます。なるほど。また新しい武器ですとかマップとかもまた増えているということでしょうし、はい、そのあたりも、ね、楽しみになりますが、なんといってもその鈴木さんがおっしゃる通り、チームワーク、そしてスペシャリストの個性が重要な要素となってきているということで、その重要なスペシャリスト、はい、一体、まあ、スペシャリストは何ぞやというところも含めて、そちら紹介するトレーラーございますので、まずはそちらをご覧ください。No one gives a fuck about you. You're a number. An asset. A pawn in someone else's game. They've been manipulating you. Watching you.Exploiting you. And when they get what they want, they'll leave you for dead. So here's the deal. Alone, you can put up a fight. But together, you can start a war.
いや、いよいよ来るなというね。かっこいいかっこいいですね。まあ、今のね映像、もしかして初めて見られた方もいらっしゃるかもしれませんが、今の映像の中には10名のスペシャリストが登場しております。今画面の方にね、はい、ステージ上部の画面に映っておりますけれども、そのスペシャリスト、この中でもお二人が注目しているスペシャリストをご紹介いただければと思うんですけれども、まずカセンさん。はい、私の方ではルインとファイアーブレイクという2人のキャラクター、はい、スペシャリストですね、うん、おすすめしたいと思います。まず最初にルインなんですけども、はい、グラップルリンク、そして、グラブスラムという2つのスキルを持ってるんですけども、はい、壁とかに射出してこうワイヤーを引っ掛けてスッと高速で移動することができる、はいはいはい、かなり機動力が高いキャラクターなんですね。はいはいはい、なるほど。だからシューティングゲームやる人の中でもすごい近接戦が好きだ、もうバンバン戦いたいっていう人はルインが特におすすめだと思います。必殺技のグラブスラムは、はい、周囲の敵を一気に吹き飛ばして気持ちいいですね、何人も何人も倒すことができるので、はい、爽快感も合わさって一番なんていうんですかね、純粋にブラックオプスっていうものを楽しめるスペシャリストになってるんじゃないかなと思います。トツトツしたい感じのね、うん、ぐんぐん前に行きたい何回も使えるんで、あ、いいですね、はい、すぐに使えるようなおすすめです。はい、そしてもう一人がファイアーブレイクですね、うん、こちらはもう先ほどとは変わって、ルインとは変わって、はい、近くで戦いたくないような、例えばスナイパーライフとかアサルトライフル持ってる人がじゃあ近距離どうやって戦おうかなと思った時に、うんうん、こちら今構えてますけどリアクターコアというのを発動すると、はい、もう壁の向こうであろうがわーっと熱を出して相手の体力をガッと削ることができるんですよ。なるほど。しかも回復することができないので、かなりなんていうんですか、近くに寄らせないことができる。じゃあ基本体力を削ってしまうんですね、はい、そうです。さらに火炎放射器を持ってると気持ちいいんですよ、ね、いうことでもうわーっと敵を燃やし尽くしてオラ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 ってかなり気持ちよくなれる、この2人が僕はおすすめです。おすすめスペシャリスト、はい、一方の鈴木さんはどうですか。はい、僕がおすすめするスペシャリストはですね、はい、リーコンとエイジャックス、はい、この2人ですね。でまずリーコンなんですけども、まあ、先ほど紹介していただいたルインやファイアブレイクとは打って変わってですね、かなりサポートタイプ、うん、相手の位置を特定することにすごく長けた、スペシャリストなんですよね。センサーダートという銃を持ってまして、はい、壁に貼るとその一帯の敵がどこにいるか分かる、センサーを射出したりとかですね、はい、必殺技には、ビジョンパルス、うん、壁の向こう側の敵が見えるっていう、うん、非常に強力な、まあ、本当にサポートキャラクターになっております、うんうん、そしてもう一人、はい、エイジャックスですね。また彼もですねサポートなところもありつつ攻めもできるというところで攻守一体なスペシャリストなんですけども、まず、はい、2つ技持ってるんですけども、1つはナインバーンという、相手の目くらましを、する、まあ、フラッシュバーン、はい、閃光弾みたいな、はい、投げるんですけども、はい、あれを食らうともう左手で顔隠すんですね。わー、なんでもう相手何もできない状態にさせることができるというところで、味方と一緒に突入するぞっていう時にナインバーンを投げてあげて、味方と一緒にガッと攻め入るなんていう作戦が取れたりするんですよね。そして必殺技には今この画像でも映ってますけども、この分厚いシールドをですね、はい、前に構えて、うんうん、そして右手に持っておりますこのマシンピストルで盾を構えつつ相手を攻撃することができるというところでですね、非常に、まあ、攻守一体型の、非常に強力なスペシャリストになっております、うん、そうですね。本当に今ご紹介いただいた4名のスペシャリスト全然個性が違いますね、はい、もう一人一人が持っている役割が全然違うので、うんうんうん、誰が何を選ぶのか、自分が何がやりたいのか、それに合わせてスペシャリストを選ぶのが大事だと思いますね。確かにその戦略の立て方ですとか、うん、こう臨機応変に変えていかなきゃいけない時とかも、まあ、自分たちのその選んだスペシャリストがどんな個性を持っているのかというのをね、うん、しっかりと知らなきゃいけないなという感じで、はい、やり込み要素があっていいなという感じがしますけれども、さあこの後ですね、このスペシャリストたち、まあ、こうやって言葉で話していても、はいはい、結局伝わらないと思うんですよ。あ、確かにね。結局動いて実際やってるところを見てみないと、はい、見たい見たい出しようよ純粋にね、はい、純粋に見たいということで、でここからですねスペシャリストたちのデモプレイを交えて魅力を伝えていきたいと思います。コーナーの方にシュウさんが行ってくれています。ちょっと読みましょう、コールオブデューティブラックオプス4コーナーのシュウさん。は
はいはい、丸山修です。コールオブデューティーブラックオプス4ブースに来ております。これから素敵なプレイを見せていただくわけですが、こちらには実際にベータテストをプレイしていただきましたラッシュゲーミングの皆さんにお越しいただきました。紹介しましょう。ラッシュゲーミングのグリード選手、続いてグッピー選手、ルーク選手、そしてウィンレッド選手です。よろしくお願いいたします。早速お話聞いていきたいと思いますが、グリード選手、ベータテストプレイしてみていかがでしたか？もう本当に COD はね、毎作面白いんですけど、今年は本当すごい、いい作品が来たなと思ってます。実際にプレイしてみて注目ポイントどういうところでしょうか？注目ポイントはブラックオプスシリーズは本当に、まあ、スペシャリストっていうのはすごく特徴的で、なんか初心者さんから上級者さんまですごい幅広い層で楽しめる作品なので、そこが本当にいいところだと思います。さあ、しっかりと皆さんにも伝わっていると思います。もちろん他の皆さんもたっぷりとプレイされているわけですよね。では代表してグッピーさん、どれぐらいベータテストやりました？そうですね、本当に寝る間も惜しんでたくさんプレイさせていただきました。はい、いっぱいプレイしたというのが伝わってきました。さあ、それではどんな見せプレイをここでは披露してくれるのか、我々は期待してもよろしいでしょうか？どうですか、どうですか、きっと見せてくれるはずです。楽しみでございます。それではラッシュゲーミングの皆さんはスタンバイをお願いします。そしてサポートプレイヤーとして中央大学 FPS 部の皆さんにお越しいただきました。手を振ってください。この FPS 部の皆さんにもしっかりとサポートしてね、最高のプレイを見せてもらおうと思います。ということで初音さん、プレイヤーの皆さんにもしっかりとご期待ください。では一度お返しします。はい、ありがとうございます。可愛かったですね、可愛かった選手、これいいですね、はい、もうなんか癒されますけれどもね。さあ、ということでここからですね、ライブショースペシャルプログラムということで、カゼンさんと鈴木さんがピックアップしてくださいました4名のスペシャリスト、ルイン、ファイアブレイク、リーコン、エイジャックス、この4人のスペシャリストをラッシュゲーミングの皆さんでプレイしていただき、まあ、デモ映像としてちょっと見させていただければと思います。またですね、これから行いますコールオブデューティーブラックオプス4はセロ Z のソフトウェアとなります。ですがこのステージではセロ Z に該当しない部分をご紹介させていただきます。かなり楽しみですが、一体ねどんな特徴があるのかというのはね、先ほど聞きましたが、それを踏まえた上で映像とともに見ていければと思います。プロ COD チームラッシュゲーミングによるスペシャリストデモプレイです。ここからの解説は河川さん、鈴木さんにお願いしたいと思います。はい、それではスペシャリストデモプレイスタートです。さあ、早速映ってるのがこれはウィンレッド選手がプレイしているルインですね。はい、画面の下の方に3つ並んでると思うんですが、黄色いアイコン一番右にグラップルリンクが先ほど言っていた。さあ、ウィンレッドさん、グラップルリンク使えますかね？はい、壁とかに使うとこのように一気に引っかかったところまで移動できるんですね。はい、そして、まあ、他にもいろいろスペシャリストあるんですけども、かなり早くこのゲージが溜まるので何度も使うことができます。倒していいですよ、いきます、どうぞ。あ、外したな。このようにグラブスラムと組み合わせると、まあ、自分の周りしか倒せないんですけども、うまく組み合わせると一気に近寄って敵の強を突くことができるということで、非常に強力かつ気持ちいいですね。これがでこう狭い部屋とかに困られてる時とか、はい、そこの状況を打破する時とかに使えますよね。そうですね、まあ、本当に先陣切って特に地点のあるルールとかもあるので、大事なポイントがあるルールとか、はい、そこに集まってる敵を一掃するっていう目的で、このキャラクターの必殺技というのは非常に強力になってくるんじゃないかなと思います。まあ、ウィンレッドさん、多分2つ目の武器としてショットガンを持っていると思うんですけども、こういうふうに近距離で強い武器が好きだ、サブマシンガンとかショットガンみたいな武器が好きだっていう人は簡単に近寄ることができるので、ルインがおすすめのスペシャリストになるんじゃないかなと思います。次の人見ていきますか。はい、こちらはルーク選手ですね。ルークさんが使っているのはファイアーブレイクです。このリアクターコラを使うと壁越しにでも敵に当たってですね、普通今回は自分で体力を回復するんですけど、上限が150になってるんですね。はい、この150よりも体力減って回復できないんですよ。リアクターコアで体力100とか80まで削られて、回復しようと思っても最大80までしか回復しないということで、
致命的なダメージを与えることがかなり厳しいですね、はい、そしてなおかつ火炎放射器、これがすごいですよ、燃える燃える、こちら当てるのもそんなに難しくなくて、しっかり当てなくても炎がわーっと広がるので、結構エイムに自信がないな、敵狙うのがあまり得意じゃないですという人でもいっぱいキルを取れるので非常におすすめになってます。そうですね、やはりあのリアクターコアとか壁越しでも使えるってところが非常に強力で、うん、まあ、本当にあの先ほど言ったルインみたいなこう人が集まっているところで強力っていうところはこのファイアブレイクも同じなんですよね。あの例えばその地点があるところで壁越しにそのなんかいっぱいいる壁側に向こうにいるなっていう思った時に、リアクターコアを使うであるとか、いう作戦がね、いろいろ立てられるんじゃないかなと思います。ルークさんは今サマシンガン使ってますけど、もう一つスナイパーライフルを持っていると思うんですけど、はい、やっぱりスナイパーライフルっていうのは遠距離に強い武器なので、うんうん、近づかれると困るんですよ。そうですね、なのでその代わりにフリーファイヤー選んで使って、ファイアブレイク選んで近距離のことをカバーして、はい、遠近両用のカスタムにしてるんです。本当にスナイパーライフル持ってる時に、はい、で急に出会っちゃった時の、うん、お腹ミューンってこう、なりますからね、来ないでってなるので、ね、そういう時にあじゃあ燃やそうかとそういう選択肢が出てくる、はい、なかなかスナイパーライフルで突っ込みたいと思っても突っ込めないので、あそうなんですよね。今フリーファイヤー火炎放射器持ってるから突っ込めるなということで、うんうん、まあ、いろんなプレーを、なるほど、楽しめる。やっぱキャラクターと使う武器の組み合わせってところも非常に面白くて、まあ、こういうの試してみようみたいなのをどん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 試していけるっていうところが、まあ、このゲーム面白いところの一つではあるなと思いますね、はい、ただこのリアクターコア使いすぎると自分も燃える先ほどから何度かね燃え尽きちゃって、若干燃えてましたよ、ね、そうですね、燃えましたよね、燃え尽きてしまうんですよね使いすぎると、はい、皆さんファイアブレイク使うときは少し気をつけてください、はい、やりすぎはね気持ちですね、はい、燃えすぎ注意です。はい、次行きましょうか。ここからは鈴木さんがおすすめの、はい、リーコンですよね。まずこのセンサーダートっていうのをねあるんですけど、これですね、打つと左上のマップが映ってるんですけど、はい、センサーダートの周辺にね赤い丸が出てるんですよ。これは敵の位置を、記してるんですけども、これがですね本当に相手からすると嫌ですよね。位置を分かられている、相手からはすごく準備ができた状態で打ち合い始められてしまうというところでですね、本当に強力なサブガジェットになってるなというところがあります。そしてですね、必殺技ド派手なんでちょっと見ていきたいんですけども、これですね、ビジョンパルス、奥見えますでしょうか。白く見えているのは敵なんですよね。これ壁越しなんですけど、敵がどこにいるか分かるんですよね。うわー、これめちゃくちゃ便利じゃないですか。超強力、これで、まあ、味方にね位置を伝えて、もう味方も見えますからね、これを使ってもらえるとどこにいるか分かりますから、密に連携を取って、あそこにいるここにいるみたいな感じで、チーム全体でね戦っていくことができるというわけですね。偵察係みたいな感じ、情報を伝える人っていう感じですか。そうですね、まず敵を見つけて、それから攻撃する人が攻撃してというふうに。でも位置がバレてるってもうすごいですよね、はい、うん、やっぱりシューティングゲームっていうのは、はい、まあ、足音だったりマップだったりいろんな要素ありますけども、うん、いかに敵の位置を自分たちで一方的に知ることができるかっていうのが非常にポイントになっているので、その点においてリーコンはかなり強いです。索敵能力一番高いので、やっぱドカーンとかバーンみたいな技ないですけど、なんか本当そういうのじゃなくて縁の下の力持ちみたいなのをやりたいっていう人はね、すごくこうサポート系やってみたいっていう人は非常にこうおすすめのねスペシャリストになってます。会社にいたら一人は欲しいですね。確かに、こういう人が一人欲しい。こういう人がね、そういうタイプじゃないだけにね、はい、そうなん誰かには見ててほしいんですけど、はい、そうですね、っていうキャラクターになってます。はい、さあ行きましょうか。行きましょうか、はい、エイジャックス、このキャラクターは素晴らしく強いですよ、まず9番っていうねグレネード持ってるんですけど、これですね、敵に向かって投げると、ああ、ね、こういうことね、まあ、9番と9番でなんですけど、はい、はいはいはい、9回パン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 と、かなり眩しいですねこれやられたら分かるんですけどもう左手を本当に出すんですよ、キャラクターが。でも前が全然見えなくなっちゃって、うわっ、ってことは武器は撃てるんですか。で、撃つことはできるんですけども、はい、まあ、ベータ版での場合ですと食らってる時しゃがめなかったりするんですよ ね、あの寝っ転がったりとか姿勢を変えれなかったりとか、もう非常にもう相手何もできない状態で、しかも構えられないのでやっぱりブレもすごいですし、うんうんうん、で安定して相手を倒すことができなくなる状態に
陥らせるということで、まあ、みんなこうやってバス狙って、はいはい、ADS って言うんですけど狙って打ってますけど、それができなくなって、はい、こう腰でバーッとしかなくなってしまう。なるほど。うわーみたいな感じで打つしかなくなってしまうんですよね。さあじゃあここに敵が待ってるから、はい、じゃあ突っ込んでいきましょうという時に、うんうん、一番最初にじゃあナインバーン入れるよと、エイジャックスがナインバーン投擲して爆発した。さあ行こう。もう全員がこう眩しいってなってる。突入のきっかけを作ることができるんですね。確かに。あ、ナインバーンがまたこう。あ、溜まりましたか。まあ一定時間キルをしたり、まあ、時間経過で、これ溜まっていくんですけども、これナインバーンを投げて当たれ。当たった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 。眩しいってなってましたけども、あそこをですね倒していくわけですね。そして必殺技あります。はい。こちらです。おお。めちゃくちゃかっこいいんですけど。盾を構えた状態で相手を一方的にパワーフォースコートができる。良すぎませんか？ずるいですよね、これ縦に穴開けてそこから打ってますからね、これ縦の穴から打ってるんですよ、これ、ね、これそうなんですよ、これ本当にね縦の上から当たらないですよね、こっちはね当たらないですね、なかなか。うわこの縦もですね、まあ、いいな広く展開したり、まあ、ちっちゃかったりというところで今の状態だと広く展開されてるんですね。横幅が広がってる状態なんですよね。なるほど。これであのあまりもう相当真横を取られない限りは、うん、このようにこのようにこのようにあでもやっぱ縦もちょっと食らってくるわけですね。縦、はい、自体に体力があって何発も撃たれてしまうと壊れてしまうんですけど、うんうんうん、やっぱり銃っていうのは、まあ、マガジン、はい、を打ち切ってしまうとリロードしなければいけないんで、うんうん、最初に彼が中に入って弾を受けることによって敵がリロードしてその間に味方が入ってと。確かに。やはり突入一番最初に入ってほしいのが彼だと。エージャックス。おお、切り込んでいってほしい感じですね。俺が弾を受けるみたいな感じですよね。そういう役割になってるんですよね。はい、という感じで、はい、こちらの4人本当にこの4人とも全然違いますよね。違いますね。そうか、これが10人います。今回はその中央大学 FPS 部の皆さんも協力してくれてますけれども、はい、中央大学 FPS 部の皆さんが選んでるスペシャリストもまた違ったりとかするわけですもんね。そうですね、まあ、本当にあの今紹介した4人だけではなくて他にもスペシャリストいっぱいいますので、はい、あの本当にね1キャラずつ触っていただいてね、なんか自分のこう好きなスペシャリストとか見つけていただけるとすごく楽しめるんじゃないかなと思います。なるほど。まあはい、4人のねこのスペシャリストの紹介が終わったところではございますけれども、はい、なんかフリーなプレーも見たいなっていう。そうですね、今若干こうちょっと遠慮してくれてましたよ ね、 ね遠慮してやってくれたんですけど。まあここからはもうあのガンガンこのガンガンやってもらって大丈夫ですよ皆さん。ベータ版の時にはなかったこのアーセナルっていうマップでね、はい、やってるというところで、このマップ初めて見たっていう方もねベータ版プレイした方でもいると思うんですけどもね、はい、ここにも注目してこう見ていきたいですよね。これラッシュゲーミングの皆さんも、はい、中央大学 FPS 部の皆さんもこのマップあんまり慣れてないっていうことですよね。そうですね、おそらく高機能で初めてやったマップじゃないでしょうか。そうですね、なんか犬がすごい。あ、犬走ってこれもまた別のねあのスペシャリストの技で、呼び出すことができるワンちゃんです、ね、ワンちゃんを一人自分の相棒として連れていけるんですけど、ワンちゃんテケテケ行ってましたよ。かわいいと思いきや、はい、うわって襲われたら人たまりもん。飼い主にだけなんですよね、懐いてるのね。人の何倍も強いんで、もう本当に、ね、あーめちゃくちゃワンちゃんめちゃくちゃワンちゃんすごいますね。影が影が見えてますけどね。今回今までのコールオブデューティーシリーズと大きく違う点が、はい、体力が、まあ、がっつり見えると。そうですね、まあ、左下に今150と書いてると思うんですけど、はい、こちらが体力で自分で体力を回復しないといけない。今までは時間が経てば体力は、はい、勝手に回復していたんですけど、自分で回復しなきゃいけないので、いつ回復するか、回復するときにこうプスッと腕にね、はい、スティームピストルという回復剤を入れるので、はい、そのタイミングいつにするのか隙が生まれるので。そっか、だからその今回はリロードとその回復のタイミング、はい、それに合わせてですね、ちゃんと体力を増やしてくれるスペシャリストもいてですね、はい、体力を200まで、あ、全員の体力を200まで、大きな差ですね、はい、っていうのもありますし、また今までは自動回復だったじゃないですか、はい、っていうところで、じゃあ自分で回復しなきゃいけないし、長く戦えるのかなって心配になると思うんですけども、今までのシリーズより気持ち 1.5 倍ほど、体力多くなっていて、うんうん、結構タフな兵士になっているので、はい、本当に
なんだろう、回復とか間合いとかっていうのは結構十分時間があったりとかして、本当にその読み合いというか、今回復するんだ、今弾を込めるんだみたいなところの読み合いがね、かなり、じっくりできる作品になってます。おー、もしかしたら本当に初めてその COD シリーズを触るという方にはいいかもしれないですよね、かなりいいと思います。そうですね、あとやっぱキャラクターにこう愛着湧きますよね、これはこのキャラクター使うんだっていうところで、そのキャラクターが好きだとやっぱモチベーションも上がるじゃないですか、っていうところも含めて、なんか初心者の方でもこう入りやすい内容になってるんじゃないかなと。なるほど、思いますよね。でまたこのね、今回はこう地上戦というか、地に足がついた戦い方になりますよね、このブラックオプスシリーズでも。はい、そうですね。いや、今のこの今のセンサーダートの位置がかなりいやらしいですね、はい、左上のマップで位置が見えるというセンサーダートはリコンのやつだったんですけども、はい、かなりちっちゃくて見にくいんですよ、敵からすると。あれ、敵がセンサーダート打って壊しちゃうとこの機能なくなっちゃうんですけど、はい、今天井の方にプスッと刺して、ちょっと見えづらいですもんね、見えにくいところにしっかりと設置してましたね。やっぱりみんなこう目の前から敵が来るんじゃないかって思いながらプレイしてますから、はい、なかなか天井であったりとかそういうところに、うん、視点いかないですよね、っていうところも考えながらこうアイテムを使ったりとかスキルを使ったりっていうのもね、こう一つ一つ工夫していくっていうのが面白いかなと思いますね。確かに、かなり、はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、かなりカスタマイズというか、はい、いろいろ自分に合わせて武器だったりスペシャリストだったり、うん、あとパークだったりっていうのを選ぶ幅が大きいんですけども、はい、こういうふうに今装備を壊そうとしてますけど、さっきのセンサーダートだったり、はい、いろんな装置を設置するスペシャリストっていうのは多いんですけど、うんうんうん、そのパーク能力の一つに敵の装備を壁つけて見えるようになるというのもあるので、はい、敵が例えばリーコンとかすごい使ってきて位置捕まえてるなと思ったら、そういう能力で対策してというふうに、どのクラスをどういうふうにカスタマイズしようかっていうカスタマイズ性が非常に高いんです。なるほど、なんかちょっと種類の多いじゃんけんみたいな感じですね。そうですね。だから試合中にもそういうカスタマイズ変えていくことできるというか、まあ、あらかじめ用意したカスタマイズをね、はい、変えていけるので、はい、相手こういう感じの戦法なんだ、じゃあこういうカスタマイズをじゃあ次は使ってみようみたいな感じで、うんうんうん、こうどん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 試合の中で対策したりとかもできるので、非常にねそこら辺も面白いなと思います。状況見て戦況見て変えていくっていう。わー、ラジコン爆弾だ。ラジコン走っていきますからね。ブラックオプスシリーズでおなじみのラジコンですね、はい、そしてこれがヘルソーミサイル。これはいっぱい連続キルすると、はい、倒されずにずっと敵を倒し続けるとこういった、まあ、空中からの兵器とか、使うことができます。これもそうですね、今上空の戦闘機にここに爆撃してくれっていうのを指示出して今3人倒しましたね。素晴らしい。まあこれスコアストリークって言うんですけど、はい、今までのコールオブデューティーシリーズの中でも特にチームプレー、どれだけチームに貢献できたかというところでポイントがどんどん重なっていくようになるので、はい、みんなの役に立てればどんどん強力なスコアストリーク、戦闘機だったり爆撃だったりを撃つことができるようになってるんですね。先ほどは倒したらって僕言っちゃいましたけど、はい、例えば先ほど紹介した9番を、相手に当てました、はい、相手眩しいってなってるところを味方、別の味方が倒してくれましたってなった時もアシストのボーナスとしてポイントが入ってくるんですよね。なるほど。だから手助けした分だけポイントがさ右下のところにちょっとね書いてあるんですけども、そのゲージがどん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 上に上がっていって、スコアストリークが、解除されて使えるようになっている。だこう倒すことだけが全てじゃなくて、そのサポートした味方に対しての、まあ、サポートもちゃんと評価されるシステムが入っているってことですね。そうなんですよ。味方を、ね、どれだけ助けるかっていうところかなり大事になって、残り時間が、ね、わずかとなってまいりましたけども、今回は特別なチーム編成をしていただいておりますね。ラッシュゲームインターの皆さんにも 2-2 で分かれていただいて、中央大学 FPS 部の皆さんと一緒に、まあ、戦っているような状態ですからね。かなり今回は本当にチームワークっていうのが本当に押し出されているゲームだなっていう風に感じましたね、はい、シリーズ長いですけど、今まではこの敵を倒したとどめを刺した人に、はい、じゃあ君1キルねというふうに渡していたんですけども、今回はこの相手の体力削ったら、うん、じゃああなたも貢献してくれたので1キルですね、うん、みんな1キルになるんですよ、相手の体力を削ったら。なるほど。みんなで倒したよねっていう換算になったんですよ。へえ、変わりましたね、はい、ガラリと。おお、こりゃ他の例えばまあなんか旗取ったりとかいろんなルールあるんですけど、はい、なんかその
あーこれ9番区になった時の今左手ですね。今まさにですね、まあ、そのどれぐらい貢献したかってかなり今まではあのはなんだろうちょっとやっただけであのみんなと例えば旗の ゲージをマックスにするルールだったらおどれぐらいゲージを貯めたかっていう細かいところまでポイントに割り振られていて、はい、あの本当に正確に貢献度が出るようになってます。いや今登れないなってなってたと思うんですけどグラップルリンクだったら登れますよ今。そうですよね、上にこうやってさすがですね。普通はジャンプで入れないようなところもルインだったら中に入ってこれるので敵はあーそうかルインがいたかと確かに後ろから入られてしまったりするんですね。あの盾強すぎないですかやっぱり必殺技なんでね、はい、彼はなかなか強いですよ。またそれをね、うん、グリンド選手が使っているというところがね憎いですよね。憎いだからかなり上手いですからね先ほどのルイのグラップルリンクを使って、相手の先ほどのエイジャックスの上を飛び越えて後ろから倒すなんてこともねできたりして、うん、いろいろとね対策を考えていくってところ面白いですよね。いやでもこのマップ自体はどうですか、まあ、今回、はいはいはい、ベータ版でプレイはできなかったマップとなりますけれども見てる感じだと、まあ、そのコールオブデューティーのすごくなんだろう人気マップって3本道であることが多くて、ほうほう右の道、左の道、真ん中の道みたいなのが、まあ、ざっくり分かれてる、はい、でそれにもうバッチリ当てはまってるんですよね、このアーセナルは。なんで、まあ、本当、まあ、リリース後に遊んで、まあ、分かりますけどこのマップはねいいマップなんじゃないかな、すごくいいマップになるんじゃないかなと。特に有刺鉄線だったり、はい、地雷のようなアイテムを設置することができるんですけど、はい、こういう風にしっかりと目の前にあるような狭い通路みたいなところに仕掛けられると完全に道を塞がれてしまうので、うんうん、どこに何を置こうかとかそういう風になんか設置するアイテムをどこ使いますかっていう風にマップに聞かれてるような戦略的なマップになってます。なんかあの罠仕掛けてる時の感じすごいですよね。よいしょーみたいなジャララーっていう。そろそろですかね、自分でね、はい、回復していかなきゃいけないのも。あーでもこれは見てしまいますね。そうですね、本当にいろんな武器もありキャラクターもいてアイテムもあり、はい、本当に選択肢は無限にあるんじゃないかなと、うん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 、思いますね。その武器一つにもこうアタッチメントって言ってこうなんかカスタマイズできるんですよね、武器自体も、はい、だからもっともっともっと選択肢が増えていくと、うんうん、これスペシャリストは、まあ、ルールにもよるんですけど基本的には同じキャラクターは選べないので、はい、あの一人で遊んでも友達と遊んでも勝手にこう役割があってチームプレーを楽しめるようになってるんで、一人でやりたい人もフレンドとパーティーを組んでやりたい人でもチームワークっていうものを楽しめる作品だと思います。あ、それ大事ですね。だって全員ルインみたいな何それみたいな、まあ、2人選べたりするモードもあるんですけど、はい、基本的には1スペシャリスト1人なので。なるほど、はい、皆さん欲しいスペシャリストはもう先手一緒ですからねそうですね、じゃあ早く選んでください、はい、早く選んでくださいじゃあどん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 こうやり込んでいって、はい、どの、ね、スペシャリストが自分に実際合うのか、うん、でさらにその中でも優先順位が一番はこれだけど、まあ、これを選ばれたんだったらじゃあこっちの方がいいかなとかっていう、はい、そういうのもありますよね。ちょっと空気読むみたいなね。まずは一通り遊んでほしいところではあります、10人とも。はい、ということでお時間が来てしまいました。見事なプレイありがとうございました。いや解説もすごく分かりやすかったです、ありがとうございました。あ、さあということで今ねまたシュウさんがあちらの方の現場に行っていますのでプレイした感想などをね聞いてくれるかと思いますが、シュウさんいかがでしょうか。はい、こちらプレイを終えたばかりの皆さん改めて登場いただきました。それではお話聞いていきたいと思います。ジャックスをプレイしてくれたグリードさんどうでしたか。はい、あの盾のスペシャリストは今作が初めての登場なんですけど、いやめちゃくちゃ強かったです。本当にちょっとこれ使っていいのかなってぐらい簡単に、自分のこと守れてしかも攻撃も同時にできたので非常に新鮮で面白かったです。はい、あの盾の凄さはねみんなにしっかりと伝わったと思います。続いてグッピーさん、リーコンいかがでしたか。そうですね、やっぱりあの相手の位置が見えるんで本当サポート系のスペシャリストで初心者の方でもあの簡単に使えるかなっていうふうに思います。はい、はい、ありがとうございました。続いて、ルークさん、ファイアーブレイクいかがでした。そうですね、あの火炎放射はあることによってこのゲーム複数に一気に敵を倒すことが難しいんですけど、それを容易に簡単にすることができるのでそれめちゃくちゃ魅力的だと思いました。爽快感がありますよね。そして、ウィンレッドさん、ルインいかがでしたか。バンガー
爽快感があって楽しかったです。バーンがバーン最後もう一回いただきました。ありがとうございます。もうこの気持ちよさがね、今の言葉に集約されていたと思いますよ。皆さんのおかげでたっぷりと伝えることができたと思います。ステージの皆さん、改めてご覧になっていてどんな感想を持ちましたか、教えてください。いや、良かったですよね。はい、だからもう普通にもっと見てたいですよね。ね、バーン、バーン、可愛かった。あのバーン、バーンだけ、バーン、気持ちにしてほしい。バーンやってみてください皆さん。ありがとうございました。はい。最後に皆さんからね、なんかいただけますでしょうか。はい。最後にラッシュゲーミングからお知らせがあるということで、グリードさん代表してお願いします。はい。一般公開日の22日、ここ、ブラックオプス4の CU ブースで僕たちラッシュゲーミングが、来ます。でそのユーザーの皆さんと一緒に、プレイする CU 会をやるので、ぜひ、来れる方はこのブラックオプス4の、CU コーナーにぜひ来てください。嬉しい情報がやってまいりました。プロの腕前近くで見られるチャンスということで、22日の11時からラッシュゲーミングの皆さんが登場ということですね。23日は11時と15時からそれぞれプロの e スポーツチームが遊びに来てくれるという予定になっております。さらにプレイステーションブースブラックオプス4の CU で勝利チームにはただいま中央大学 FPS 部の皆さんも来ております。この T シャツプレゼントです。あ、後ろも向いてくれてありがとうございます。こちらを勝利チームにプレゼントということです。ブラックオプス4コーナーで皆さんお待ちしております。以上、コールオブデューティーブラックオプス4コーナーからお届けしました。皆さん拍手ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやいいですね。早く出ねえから、ね、早くやる、同じことです。早く出てほしい、まあ、早く出てほしいなって言おうと思ってたとにかく思いますよね、はい、もうとにかく触りたいですし、もう待てないです。もう待てない。さっき見ながらちょっと変わりてえなと思う。俺もやりてえな、待っててほしいなみたいな。いや、もうなんか中央大学の皆さんに変わりたいなっていう気持ちにね、羨ましい、すごくなりますけれども、はい、本当にラッシュゲーミングの皆さん、そして中央大学 FPS 部の皆さん、本当にご協力ありがとうございました。あ、まあ、スペシャリスト本当今日紹介できなかったね、はい、他の6名もいますから、はい、2018年10月の12日、もうすぐですよ、1ヶ月後ぐらい、1ヶ月後ぐらいに発売しますので、ぜひともね、自分で自分に合うスペシャリストを見つけていただければと思います。さあ、そろそろステージも終了の時間が迫ってまいりましたけど、じゃあ立ちますかね。はいちょっとね、ずっと座ってるのもあれですからね。最後にお二人からもこのコールオブデューティブラックオプス4を、まあ、心待ちにしている皆さんへなんかメッセージをいただけますでしょうか。はい、今回のブラックオプス4は今まで見ていた、先ほどまで見ていた通常のマルチプレイヤーモードだけではなくて、先日までベータ版をやっていたブラックアウト、バトルワイヤルもですね、非常にすごい出来になっていて、いろんな方がプレイし始めることができる作品だと思うので、 COD 今まで長いですけどもやったことないっていう人いたら、ぜひ今回の BO4 から始めてみてほしいなと思います。はい、本当にその通りだなと思います、はい、絶対に触っておいた方がいいゲームだっていうことね、ぜひやってほしい今回は思いますからね、本当にぜひぜひ。さあ、そして鈴木さんは、はい、このブラックオプス4なんですけども、まあ、4ということで大人気シリーズのブラックオプスのね、キャラクターも、いろいろ出てきて、なんか一つのこうブラックオプスの集大成みたいな、いう作品にもなっているんですよね。というところで昔からのファンもすごく楽しめますし、まあ、先ほどいろんなところでこう初心者の方でもいろいろ楽しめる要素があるよってこともあって、もう本当に幅広い、人に、もう楽しんでいただけるゲームなんじゃないかなと本当に思いますから、本当リリースが楽しみでしょうがないです。そうですね、本当に新しいモードもね追加されておりますし、今回からねぜひとも参加していただければと思いますし、まあ、過去作からのファンの皆さんもね多分心待ちにしていると思いますので、はい、本当に10月の12日を楽しみにしたいなと思います。さあ、ということで、カゼンさんと鈴木さん、あさって行われるコールオブデューティーワールドウォー2のプロ対抗戦グランドファイナルでも実況と解説を担当されますね、はい、この、まあ、コールオブデューティーワールドウォー2プロ対抗戦、もういよいよグランドファイナル、はい、半年間かけてずっと戦ってきてそうですよね、最終決戦ということなんで、もう今までの戦いすべてをやっぱり見てきているわけじゃないですか、もういよいよな感じですけれども、注目すべきポイントとかあれば、あさって見に行く人たちに向けて何かありますか。そうですね、やはり半年間という期間をかけて、はい、その2チーム出るんですけども戦ってきたので、はい、洗練されたチームワーク、コミュニケーションというところが本当に
伝わってくると思うので、うん、その点を注目して見てほしいですね。ぜひともよろしくお願いいたします。私もちょっと出演させていただきますのでよろしくお願いいたします。プロ対抗戦グランドファイナルは22日の13時30分から e スポーツクロス、ブルーステージで開幕となります。そして現在 COD シリーズ最新作コールオブデューティブラックオプス4好評予約受付中です。もう予約は済んでますか？はい、もうしました。もちろん、はい、もちろん済んでます。私もです。当たり前じゃないですか、もう。はい、このテーマとかねもらえますしね、バックインブラックのマップとかもありますので、ぜひぜひ、プレイステーション4専用テーマ特典です。しかもプレイステーションストアで予約すれば発売日午前0時からいち早く遊ぶことができますので、何卒お早めのご予約お願いします。またですね、パッケージ版初回生産分ご購入の方にはプレイステーションプラス7日間の無料体験コードがついてきます。まあ、本当にこのまあ、コールオブデューティーシリーズプレイするにあたってはやっぱりオンラインで世界中の人たちと一緒に戦った方が楽しいと思いますので、うん、はい、プレイステーションプラスの方もよろしくお願いいたします。みんなで一緒にマルチプレイ楽しんでいきましょう。ということで加瀬さん、鈴木さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、全世界が待ち望むコールオブデューティーシリーズ最新作コールオブデューティーブラックオプス4、2018年10月12日歴史的対戦がいよいよ開幕です。以上、本日3つ目のプレイステーションプレゼンツライブショー TGS2018 でした。ありがとうございました。